はい、国崎。これは俺が初めて大吾さんと飲みに行った時の話。国崎、俺は嬉しかったよ。バーに行った時、大吾さんと二人きりになる瞬間があった、そしたら大吾さんが一言、なあやと、ここに一つの白い部屋がある。何もない部屋だ。そこに手のひらサイズのスタンプを何個でもいい貼り付けろ。それで面白くしろ。お前ならどうする？すごい。俺はしびれた。俺はそれの回答に、こんな大きいでかい手のひら一個分だけを壁に打ち付ける。そういった。面白いや。大吾はカランと酒を横にして、おもろい。一言だけ言った。わしゃの大吾さんは手のひらだけ言うとるのに、肘まで伸びたスタンプをいやいっぱいに貼り付けた。どうやおもろいや。すぐ笑った。飲めない酒をいっぱい飲んで、家に帰って泥のように眠って、夕方過ぎ目を覚まして、昨日のことを思うと二人とも一つも面白くなかった。